中耳炎とは、中耳に炎症が起こる病気であり、多くは、急性の中耳炎のことを指す。基本的には、細菌感染症であることが多いが、ウイルス感染、抗原病の場合もある。中耳炎は特定の病態を指すものではない。通常は、急性中耳炎を指す。中耳炎の原因としては、多くの場合は、時間経由での細菌感染である。そのため、時間が、 生理的に短い小児に起こしやすいほか、蒸気動炎が多い冬に多い。また、習慣的に鼻すすりを行っている場合は、中児が陰圧になるため細菌を吸い込みやすく中児炎を起こしやすくなる。ただし、外児と中児は鼓膜により隔てられているため、耳に水が入っても、基本的に急性中児炎にはならない。因菌としては、インフルエンザ菌 肺炎球菌の二つが最も多く、それにモラクセラカタラーリスが続く。この三種類の細菌で、細菌感染による中耳炎の9割以上を占める。これらの細菌では、抗生物質に対する耐性化が進んできており、問題となっている。細菌以外の原因としては、安価関連血管炎との関係が指摘されており、 多発血管炎性肉が首相の認定基準の一つに中耳炎が含まれているほか、抗酸球性多発血管炎性肉が首相では、抗酸球性中耳炎を合併することがある。ありがとうございます。